空間、めっちゃ街中の一角って感じやね。もうこっから多分もうな、全然違う世界に入るっていう、うん、リトリートできる。こちらを旅に行くような感覚で、一度日常から離れていただき、ご自身の思考や感情と向き合うことで、新たな気づきを得られるような空間となっております。ではですね、こちらの白い冊子、ご覧ください。ページを進めていただきますと、明るいお部屋と暗いお部屋、2つの対照的な空間をサウナと水風呂のように行き来していただくことで、日常モードから一気に切り替えていただきます。こちらが3つ目の部屋で、竹のドームの部屋、今いらっしゃるお部屋です。こちらで実際にオーディオガイダンスに従ってメディテーションを行っていく気づきの空間となっております。またはご自身の感性を高めるために育まれたお煎茶の文化を味わっていただきながら、今日感じたことを和紙に書いていただきます。ことで思考や感情の整理につながりますので、今日メディ中で気づいたことを日々の生活にも役立ていただければと思っております。この紙をお持ち帰りいただきます。6種類のセルフコンディショニングのコースがございまして、気分に合わせてお選びいただけます。初めての方にお勧めしてますのが、こちらのマイコアとフィールザサントの2つです。マイコアが自分にとって大切なことに立ち返りたいというコースで、フィールザサンドは頭の中を空っぽにしてニュートラルな気分になりたいときにおすすめです。コードをおすすめをしておりますが、クリアやリセット、ネガティブな感情と向き合って、イライラやモヤモヤとうまく付き合っていく2つのコースです。このクリアは、ジャンル、達成したい大きな目標をあるときに、ご自身の意識を高めて大きく一歩踏み出していくコース。最後が英語のみですが、ラビングカインドネスという自分にも周りの人にも優しくなりたい時のコースです。何する？でも頭の中を空っぽにしてニュートラルな気分になりたい、うん、私もそれ気になる。初心者向けの、初心者向けの、はい、では今日はフィールドさんとのガイダンスでお願いさせていただきます、はい、この音量を取りください。ケースから外れるので、ケースを置いてしまって大丈夫です。これケースがめっちゃかわいい。マスクずらしたり外したりしても大丈夫なので、はい、香りがお綺麗でなければ手元に適当な意味つけてみてください。わー、かわいい。いい香りですよね。お花の香り。あ、そうです。結構の何ベースとは言い難くて、本当にいろんな香調が含まれてます。1番2番のお部屋行き来していただきます、はい、このペース私から合図しませんので、はい、お好きなペースでお過ごしください、はいはい、お好きなお部屋を長くいただいて大丈夫です、はい。Thank you.
な。超綺麗。こちらの部屋で行ってまいります。開発は前半は体に意識を向けるパートで、後半はお選びいただいたフィールドサンドのコースとなっております。はい、まっすぐ伸ばしていきます。また気にしたら吐く息で適用します。でも結構クリアだから、なんかクリアだから色に強い。白か緑かなと。白にしよう。黄色か。なんかこれ良さそう。特別感なんか掘られてるよ。これにしよう。じゃあこれにしよう。今の気持ち。めっちゃいい香り、落ち着く。こちらも線香の火が消えるまでがお茶室の保持間の目安となっております。今日はですね、奈良県産のほうじ茶と年末年始の秋を季節をイメージしたお手玉というお菓子をご用意しました。お手玉みたいな。かわいいですね。そうですね、こうやって作家様の手作りの茶器を揃えてますので、お手に入れた感触などもお楽しみください。茶葉が開くまでと入ってるんですが、大体そうですね、2分くらい試していただけるとはい、よろしいかなと思います。手も入れちゃった。いい色が出てる。ちょっと薄いかな。よいしょ。じゃあお菓子をいただきます。何だこれ。お手玉。お、カタン。え、なんじゃった。いくで。あ、ちょっとどうやってやるの。うん、なんか白あんが、すっごい美味しい。白あん。で、周りが砂糖でコンティニューしてる。めちゃくちゃ美味しい。なんか、ちょっと今、9時ぐらい。ちょうどいい甘さ、甘さも。なんか、お茶が渋くて、和菓子がすごい甘いので、まあ、甘い。このバランスがすごい。気持ちをノートに書きます。ありがとうございます。すっきりすっきりした。なんか朝9時、8時半のコースで朝8時半か、行ったんだけど、もう頭の中がひらめきいっぱい、ひらめきが出てくる。なんか普段どんだけ思考、いろんな思考が
これあるかっていう、うん、あるかっていうのも気づけたし、今やりたいこととか明確なの。最後にあのノートメモがあるんですよ。それで今日その瞑想して感じたことを書くんですけど、今もなんか将来でやりたいこととかもすごい出てきて、絶対ポジティブになれるし、なんか詰まってるとかモヤモヤしてる人はぜひここで一回そのリセットして、そのもう一回アンジャのスタート特に朝行くのとかめっちゃおすすめ。結構いいと思う。なんかだって全然街中ざわざわしてんのここだけも都内って思えない。今めっちゃポカポカしてる。体全体が暖かかった今は、うん、めっちゃ好きです。とにかくめっちゃ良かったからめっちゃ行ってほしい、うん、ぜひおすすめ。いかなわからんな、うん、この感じは